皆さん、こんにちは。ということで、今日もね、やっていきたいと思います。でまあ、今日はね、12月24日ということで、まあ、クリスマスイブですけどもね、えー、いかがお過ごしでしょうかというところでね、まあ、今日も、えー、ドジャース情報なんかもですね、えー、お伝えしていきつつ、えー、その他情報もね、えー、お伝えしていけたらなというふうに思いますね。 で、まずドジャースですけども、えー、ドジャースネーションの記事になりますが、えー、ロレンゼンをですね、バックエンドの先発候補としてリストアップということで、えー、出ておりますね。で、まあ、このオフシーズン、ドジャースのね、まあ、ピッチャーっていうところ、先発ピッチャーっていうところがですね、最大のまあ補強のポイントであって、まあ、でもその前に勝平を獲得して、 で、グラスの取って。で、山本さん取ってということでね。まあ順調にこうね、えー、補強はしてきているわけですけども、えー、あとまあもう一人取るんじゃないかっていうところも言われている中でですね、えー、その候補として、えー、ロレンゼンということでね、モルシさんがですね、ドジャースはローテーションの穴をね、埋めるために、えー、ロレンゼンをね、最後のピースとして注目しているんじゃないかというところでね、えー、まあロレンゼンのような人物を想定しておそらく短期契約でね、獲得できますし、 まあ彼はカリフォルニア出身の男だということでね。まあそんな感じで言っているというところですね。でまあロレンゼンに関しては、まあエンゼルスにもね、言いましたので皆さんご存知だと思いますけども、えー、フィリーズとタイガースですね、今シーズンはね。で最初タイガースでトレードでフィリーズでしたかね。でタイガースのところで防御率が3.58ということで、まあこれはね、いい成績かなと思いますね。今シーズンのね、防御率のあれに見るとね。 で、フィリーズではですね、僕率が5.51ということになりまして、まあちょっとね、悪化はしました。そして両チームの合算で僕率が4.18ということになりまして、まあフィリーズの時よりもタイガースで見た、えー、彼をね、えー、注目してるんじゃないかというところですね。ただまあ、えー、ロレンゼもね、今シーズンは150何イニング投げてると思うんだけども、まあなかなかね、まあ、二刀流もやってたりとか、リリーフであったりとかしたので、まあ、先発としてっていうのは、 エンゼルスに行ってからまたね、えー、まあ始めたというか、まあ、そんな感じにはなったと思うんですけども、だからま、100イ、100イニング以上ですね、投げたのが、まあ、キャリア2度だけということなのでね、まあ、その辺をどう捉えるかっていうところで、なのでま、ドジャースとしてもですね、もうちょっとね、えー、確実にイニングを食えるかな、みたいなピッチャーが欲しいかもしれないので、そうなっていくるとジオリトの方がま、確実性はあるのかな、みたいなね、話で、まあ、ずっとジオリトのことはね、言われてますし、昨日も上がってましたので、 まあ、候補の中に入ってくるんだろうなと思いますけどもね。まあ、新たにロレンゼも候補として上がるんじゃないかということが言われておりますね。まあ、どっちがいいかはまあ別としてですね。候補として上がってきたと。で、プラスでドジャースの、あの、歌手のね、復帰についてもまあ言われていてですね。まあ、ドジャースとしてもね、歌手が望むのであれば、 まあ、いずれ戻ってくるというね、見解を示したと、諸市さんがね。で、まあ、ドジャースにはローテーションの左ピッチャーがいないんで、まあ、いるんですけど、まあ、確実にいるというと、まあ、また違う話なので、まあ、左が足りない状況ではあるので、まあ、夏以降ですけどもね、カーショーが、まあ、その条件に合うだろうということでね、えー、言われておりまして、まあ、カーショーもその復旧がですね、えー、まあ、チームメートの中でも、かなり熱望されているということになりまして、 まあいろんな選手がこう反応しているという感じにはなってますね。でまあ最近加入しましたグラスノーもですね、えー、カーショーの復帰っていうのをまあ望んでいてですね、熱望しているというか、まあもちろんそのね、えー、子供の頃からね、ドジャースファンということなんで、カーショーもね、見ているということらしいんですよね。だからまあカーショーがね、戻ってきて、そしてまあ新たに加入したグラスノーとね、 でもって山本さんなんかにも与えてくれるものが、彼が戻ってきたらね、素晴らしいものを与えてくれるっていうことでね、まあそういう面でもね、一緒にやりたいということがあるのかなと思いますし、カーショーもね、やっぱりテキサスにっていうのもあるかもしれないと。で、まあテキサスも狙っているというね、情報もあるので、まあそういう情報がですね、X の方に投稿されましたら、ウォーカービューラーがノーと言ってね、まあ、えー、自ら反応しているということになりまして、 まあ、ビューラーとしてもですね、戻ってきてほしいということがね、えー、まあ、かなり強く訴えているような形になるのかなと思いますよね。まあ、チームとしてはやっぱり、ね、えー、彼が戻ってくるつもりがあるのであれば、確実に迎え入れるということにはなっていると思うので、まあ、そういう状況の中でですね、まあ、彼がどう判断するのかなんでしょうけどもね。やっぱりここまで来たらね、えー、まあ、最後まで、ドジャースでっていうところと、 あとはもう一度ね、チャンピオンへっていうところでね。うん。まあ、それで最後までね、ドジャースで終わってほしい。そこで引退してほしいっていうのがあるのかなと思いますしね。まあ、最後もね、一緒にやりたいとかあってね、えーまあ。来年だけっていうんじゃないと思いますけどもね。ただ彼もここのところ一年契約とかですもんね。だから毎年どうするかみたいなことにはなってるのかなと思うんですけどもね。まあ、今シーズンというか、まあ、怪我し、あの、手術してね、えー、来シーズンは途中まで投げられないということですけども、 まあ、それでもね、えー、テキサスも取るような形にはなるみたいなので、まあ、どちらかなんでしょうけどもね、まあ、でもドジャースとしては残ってほしいし、戻ってきてほしいしっていうところがね、かなり強い。そして、まあ、チーム内の選手も強い、えー、意志が、そういうね、思いがあるのかな、なんていうところで思いますよね。ええー、それと山本さんのドジャース入りに関してですけどもね、こちらは諸しさんが語っているということでね、ドジャースネーションの記事になりますけども、 ま、昨日もね、いろいろと、ま、ドジャース、そしてメッツ、ヤンキースの、ま、金額の動きなんかもね、お伝えしまして、ま、ヤンキースはね、平均年俸とかもいろいろ高くて、で、ま、今日もいろいろと出てきてましたけども、やっぱりその、コール以上のね、提示はっていうのはね、コールに申し訳ないというか、気を使ったというよりかは、評価としてま、コール以上のものはないだろうっていうね、感じで考えていたみたいなんですよね。そうならないだろうっていう感じですか それでも、えー、他のチームは出してきたということになりますのでね。まあ、そこで負けちゃったわけですけどもね。で、まあ、その中で、どっちにしろですね、結局、えー、諸市さんによると、えー、まあ、昌平もね、ドジャースに入りまして、もともとまあ、山本さん、ドジャースが好きだったと。で、さらに翔平も加わったことによって、まあ、それがね、プラスに働きまして、えー、シンプルにドジャース、そして翔平と一緒にやるっていうところを望んでいたということなので、 ま、基本的には、ま、その路線だったんでしょうね。ま、いろいろとこうね、ニューヨークに2回目行ったとかありましたけどもね。まあ、あんまりそっちではなくて、ドジャース本命だったのかなっていうところでしょうかね、最初からね。で、ま、そこに落ち着いたというところでね。まあ、自分がもともと好きなチームで、さらに翔平がいて、それがま、本人にとっていいのであればね。まあ、それはいいところをね、自分で選んだということなんで。 まあ良かったんじゃないかなと思いますけどもね。うん。もともと好きなチームに入れたわけですからね。ということでね。えー、まあシンプルにこうね、えー、ドジャースでやりたかったのと、翔平も一緒にやりたかったと、翔平と一緒にやりたかったっていうのもあるし、っていうことで、えー、ドジャースに決まったという話がまた新たにね、今日言われているというところになりますね。で、まあ今日あの、翔平と一平さんと山本さんで、 食事に、今日かわかんないけど、食事に行ったみたいで、えー、インスタに上がってましたよね。だからまあ、えー、お互いにね、まあ、なんていうでしょうね。来シーズン頑張ろうっていうかね。そしてまあ、えー、どういうあれなのかわかんないけど、まあ、山本さん、ドジャースに決まったっていうお祝いなのかもしれないしね。まあ、そんなところで、えー、食事に行ったみたいな、えー、画像もね、載ってありましたね。インスタの方にね。あとはまあ、えー、翔平の話になりますけども、えー、っと、ケリーにね、17番を譲ってもらったじゃないですか、 そんで、まあ今日、ケリーの奥さんのインスタかなちょっとたまたまね、いろいろ見せたらなんか、ええー、まあ、他のところに流れてきてね、ポルシェをお返しにね、送ったんですかね。うん、なんかそんな感じみたいなんですけども、ポルシェあげんのかよ、みたいなね。うん、すげえなと思って。なんか、あの、背番号をね、あの、譲ってもらって、 まあお返しするっていうのはまああるんですけども、車なんだと思ってね、なんかね、時計とかなんですよね、大体、イメージ。うん。高い時計うん、なんですけども、ポルシェがなんか、え、玄関開けたらね、ポルシェが来てて、で、まあ、昌平からだよ、みたいななんかね、え、ケリーが言ってるのかな、ちょっとわかんないんですけども、まあそんな感じの動画がね、インスタの、え、ケリーの奥さんのインスタに上がってる感じですかね。まあなので、まあちょっと見てみる、もう皆さん見てると思うんだけども、 すごいよね、ポルシェを送っちゃうってね。だからまあね、時計だって何百万ってなりますけども、ポルシェだったらまあ一千万とか超えるわけじゃないですか。合ってますうん。そんぐらい一千万とかそれ以上ですよね。まあ彼もだから、ポルシェのね、えー、なんかやってますもんね、スポンサーについてますもん、ね、ポルシェがね。まあだからそれが、えー、どういう感じになってるのかわかんないけども、でもすごいよね、うん。で、あと時計はね、えー、まあ成功だから、 あんまり違うところを送るっていうのもなかなかできないのかもしれませんしね。で、まあアメリカであとちょっとね、あれなのかもしれないし、まあそのロレックスとかね、そういう、まあ方がいいかなってなっちゃうかもしれないから、まあそれを送るってなるとちょっと、 いろいろとね、うん、ダメなのかもしれないからっていうのがあって、えー、車になったのかもしれませんし、まあ、ケリーの奥さんが欲しかったのか、ケリーが欲しかったのかわかんないけども、まあ、そういう要望もありつつ車になったのかわかんないですけどもね。 ただすげえなと思ってね、車買いっていうね、しかもポルシェみたいなね、ところで、ちょっとね、えー、びっくりしましたけどもね。いやー、まあ7億ドルの音がちげえなってね、うん、感じはしましたけどもね。まあそんな感じで、まあ、ちょっとね、えー、詳しくはわかんないですけども、翔平がポルシェをか、お返しでね、送ったみたいな感じなのかなっていうところが出てましたのでね、まあ、ちょっとびっくりというところと、あと今日9時からあのー、 なんか放送されますよね、翔平のね、NHK でしたっけで、まあそれもね、一応あの、まあ皆さん見ると思うんだけどもね、えー、ぜひ見ていただけたらな、なんて思いますね。えー、続いて OC レジスターの方の記事なんですけどもね、ドジャスのウォーカビューラーですね、えー、2024年の、まあ、えー、開幕を遅らせる可能性もあるということで、 まあ、あの、手術開けてね。まあ、あの、メジャー復帰っていうところは、まあ、今年はできてないわけですよね。で、マイナーで投げて、それで終わっちゃった、1試合だから投げたんですかね。で、まあ、それで終わっちゃったみたいなところで、まあ、えー、来期の開幕をどの程度のスケジュールで行くかみたいなところが言われておりまして、まあ、ちょっとね、えー、制限かけて調整してやった方がいいんじゃないかみたいな、うん。まあ、だからそれもスプリングトレーニングでどういう状態になってるかとかね。 まあいろいろと見極めてっていう話でもあるらしいんですけども、まあ要は結局彼を、えー、ポストシーズンでいい状態で投げさせたいということで、だからまあ開幕からね、まあその怪我とかじゃなくてバリバリいけてるんであれば別に問題ないんでしょうけども、まあその怪我明けっていうのがあるので、まあシーズン開幕ね、遅らせるとか、まあ間隔を空けてね、開幕から投げていくの とかね、玉数を制限するとか、イニングを制限するとか、いろいろと含めた中で、で、最終的にポストシーズン、まあ、10月とかにですね、かなりいい状態で迎えられていれば、そこはね、いいよねっていうところなんで、まあ、要はね、レギュラーシーズンはなんとかなるので、開幕から言いなくてもというかね、間を空けたり、まあ、遅らせたりしてもなんとかなるからっていう話なんでしょうけどもね。 だからまあそれぐらいの余裕は持ってるよって感じではあると思うんで。まあ結局そういうことなわけじゃないですか、ドジャースってね。えー、まあ、ホストシーズンには行ってるわけでね、毎年ね。だからまあそこでどうやって勝つかみたいなところの、えー、今ね、状況になってきて、このね、商品を取ったりとかいろいろとまあ、えー、それに向けて補強してきてるわけだと思うので、まあ正直レギュラーシーズンだって、あの、あんまり補強しなくても若手でどうにかした場合もあるわけですから、まあそのぐらいのね、余裕を持って、 まあ本番は10月だ、それ以降だ、つってね。うん、そんな感じでやるのかな、なんて思いますけどもね。まあだから、えー、ビューラーとしての復帰時期についてはそこまでね、急ぐ必要もないのかもしれませんね。まあ状態が良ければ別に問題ないんでしょうけども、まあどっちしろイニング制限、球数制限を設けつつ、いろいろと、えー、まあ柔軟にやっていくみたいなところみたいなのでね。まあそういう状況になるみたいですね。だからまあ、 もう一人ぐらい、ええー、まあ、その、先発ピッチャー取っとくっていうのは、まあ、それは理にかなってんのかなっていうところですよね。でまあ、いなければ若手でいいんでしょうけどもね。ただまあ、確実にそのね、えー、もう一人取っとけば、まあ、それプラス、さらに若手も残ってるよっていうことなので、誰かが離脱してもね、そこは埋まってくるっていう話にはなってくるのかなと思いますしね。まあ、そんなところの、えー、ビューラーのお話ですね。 でまあね、来季に向けて、こう、まあ来季はドジャース戦と、まあヤンキース戦とお伝えすることになると思うんですけども、まあね、ドジャースの選手もね、まあ名前はわかるし、どういう選手かわかってるけども、大体のね、有名どころはね、ただ若い選手とかどういうピッチャー、どんな感じかとかね、なかなか試合見てるわけじゃないから、まあね、エンゼルスの選手と比べたらね、そんなに知らないわけですけども、どういう感じの中身かはね、なのでまあ、 このオフは、ちょっとね、ドジャス戦を、こう、今季の試合をね、ちょっと見てるわけですけども。まあ、このところ、ボビー・ミラーと、シーハンですかね、ピッチャーちょっと見てて。まあ、ミラーもローテに入ってる、入ると思うので、まあ、もちろんいいピッチャーなんですけどもね。で、シーハンもね、ちょっと見てて、なかなかね、チェンジアップいい感じに投げてんなと思ってね。ちょっと真ん中行って行かれそうになるみたいなところもあったんですけども、まあ、チェンジアップね、なかなかいいなっていうのと、 あとはまあスライダーとスイーパーとまっすぐみたいなことなんですけどもね。まっすぐは96マイルぐらいかな、常時出ててね。で、たまにもうちょっと出るみたいな時はあって。ただ高めに放っていいとこ行ってるけどヒットされるみたいなとこもあるんでね。まあその辺はどうなのかなと思いつつも。ただチェンジアップはね、しっかりと決まればかなり有効なんじゃないかな、みたいな感じで、昨日もですね、見てたんですけどもね。だからまあ、こうやってオフね、ちょっと。 えー、ドジャース戦をね、見つつ勉強しつつ、でまたそれをね、えー、このチャンネル見てくださる方にお伝えしつつみたいなところでね、えー、ちょっと勉強して参りたいなと思いますけどもね。まあそうじゃないとちょっとね、来期もまあ、 もちろん来シーズン試合を見てればそれなりにね、えー、情報としてはわかると思うんですけども、まあその前にね、えー、開幕する前に準備しとかないとっていうのはあると思うんでね。なのでまあね、将兵が移籍しなければそのままエンゼルスの情報としては分かってたからね、まあ、えー、勉強するのはそんなに必要ないんですけどもね。まあドジャースになったのでね、まあ違うチームに行ったらやっぱそれはね、いろいろと、 まあね、えー、選手を知らないといけないしね、調べたりとか映像を見て試合見たりとかね。だかその辺はちょっと、えー、このオフやっていきたいことですけどもね。で、まあなんかこの前ちょっとね、ジャッキー・ロビンソンさんのことでなんか話題になってたみたいなんですよね。で、まあ皆さんもそのね、彼が、まあ、42番がね、欠番になってるっていうことで、まあご存知だとは思うんですけどもね。 まあだからなんだろうな。とりあえず、その、あんまり知らないな、みたいなね。まあなんとなくしかわかんないな、みたいなところとかもあると思うし。まあ今ネットで調べればね、どういう感じになりましたとかね。いろいろと情報が出てくると思うんですけどもね。まあそれも含めつつ。で、まあ42っていうね、映画もありますので、まあそちらもね、見たことない方は見ていただけると、まあなんとなく、うん。 まあ、これがすべて正しいのかわかんないですけども、まあ、流れというか、まあ、こういう感じのね、えー、影響を与えた方だとかね、そういう感じのイメージは理解できるのかなと思うので、えー、見ていただけたらいいのかななんて思いますけどもね。えー、こちらね、ジャッキー・ロビンソン役がチャドウィック・ボーズマンだったんですけどもね、えー、ブラック・パンサーの方なんだけども、えー、マーベル映画のね。ただ彼もちょっと亡くなってしまったんだよね、若いんだけどもね。 なので、でもまあいい俳優さんでしたけどもね。という感じでね、えー、映画ももし、えー、ご覧いただける環境にあるのであればですね、まあ見ていただけたらいいかななんていうにはちょっと思いますよね。でまあ現状ですね、レンタルとかはね、いろいろとあると思うんですけども、えー、多分プライムビデオは見れるのかな。あとユーネクストでは、は、えー、入ってれば見れるみたいな感じかな。 で昔はね、ネットリックスとかで確か配信あったと思うんですけど、今ないみたいなので、まあ基本的に Amazon プライム入ってるんですかね、皆さんね。だからそこ、Amazon プライムビデオなら見れるかなと思うので、まあ見たことない方はちょっと、えー、見といていただけると、まあなんとなくわかるかな、みたいなね、感じかと思います。 ということでですね、えー、今日のドジャース情報としては以上かなと思いますけれども、えー、昨日まああの動画内容ででして、えー、次の補強に希望するところは何ですかということで、アンケートね、とちょっとね、取らせていただいてますけども、えー、先発投手っていうのは48%で、リリーフ投手が31%で、右打ちレフトが21%ということでね、まあ、先発がまだ半分ぐらいですかね、取ってほしいっていうのが半分ぐらいという形ですね。 で、まあ、その中でね、えー、ロレンゼンがちょっと候補に加わってきたみたいなことですけどもね、果たして、まあ、短期的なピッチャーを取ってくるのか、えー、それともね、えー、モンゴメリとか、今永さんとか、そんなところのね、えー、まあ、長期というか、まあ、それなりな契約年数になるところを取ってくるのかですね。で、あとはまあ、そのね、ビューラーの状態があるので、まあ、とりあえずね、えー、まあ、計算できるピッチャーを一人もうちょっとね、追加しておくっていう考えもありますしね。 まあどういうパターンでいくのかはね、えー、まあ、それ次第とかいろいろとあると思いますけどもね。まあ、まだね、補強は続くと思いますので、えー、そちらもお楽しみにというところになりますね。えー、続きまして、パドレスと松井裕樹さんの契約が決まりまして、5年契約だったということでね、最初4年で21ミリオンとか確か出てたと思うんだけども、5年契約の28ミリオンということの保証みたいですね。 で、契約の、まあ、3年目と4年目のシーズン終了後にオプトアウト可能ということなので、まあ、それなりに活躍したらね、えー、オプトアウトしてもうちょっとでかい契約に移るっていう可能性もできるのかなと思いますけどもね。だからまあ、かなりその、単年はね、抑えられたような形ですか、5.6ミリオンって書いてありますけども、平均値的にはね。だからまあ、なかなかこうね、えー 年数が、こう、多くなって薄まったみたいなことになりますね。で、まあ、万が一ですね、肘とかに、あのー、深刻な問題がね、あった場合、えー、怪我を負った場合ですかね。契約の最終年ですね。5年目が7ミリオンのクラブオプションに変更できるということで、チームとしてもね。だから、その辺のリスクも、ケアしつつっていうパドレス。で、まあ、平均年俸を抑えてっていう形でね。で、活躍したら多分、オプタウトで出ていくみたいなことになると思うので、 まあ実質そこまでなその5年ずっといるかっていうとまあそれはわかんないような契約ですけどもまあでもね本人がそのままいたければ入れるしねっていうのもあるしまあダルさんもいるしねでまあリリーフの5年契約ってねかなり長いわけですからねまあそれを考えればまあその平均年俸は低いかもしれないけどもね契約年数的にはかなりいいものはもらえたのかななんていうふうには思いますけどもねというところでねまあ パドレスに決まったということになりますので、ダルさんとね、一緒に頑張っていただいて、パドレスも、えー、平均値を減らして、で、まあ年俸削減したいっていうところの中でね、抑えられたんじゃないかなというところのね、契約になるかなと思いますね。えー、そして mlb.com の方で、えー、mlb の各チームの注目プロスペクトということでね、えー、まあ 1, 1チーム1人ずつ出てるわけですけども、まあドジャースとヤンキースだけちょっと紹介しようかなと思いまして、ドジャースはニック・フラストということでね、 えー、まあ、ドジャースのプロスペクトを追えば間違いないということで、2023年に AAA に到達してですね、えー、来季は MLB デビューが予想されるということで、最速100マイルのフォ、えー4シームと、 でまあ、プロではもっぱら先発投手として活躍してきたので、ローテーション入りはまだ先かもしれないけどもですね、リリーフとしてロースターにね、入ることはまあ、えー、想像できるということで評価されておるという話ですね。えー、そしてヤンキースはですね、ウィリー・ーウォーレンということで、まあ、このところでも5番手争いにね、名前が上がってきてる選手ですけども、えー、ウォーレンはロースター入りの正当なチャンスを持ってスプリングトレーニングに臨むということでね、 W ダブル A とトリプル A で、防御率が3.35かな、両方足してね。で、スイーパーと、で、90マイル後半のストレートということでね、まあ、フォーシームですね。で、ローテーションの座をね、確保する前に、スイングマンとして足ならしをした、えー、クラックシュミットのようなキャリアを辿るかもしれないということで。まあ、来期はだから、完全にローテに入るというよりかは、 えー、合間で先発もして、えー、リリーフもこなすっていうのをやっていくかな、みたいなところでしょうかね。うんまあ、そんな感じの、えー、ドジャースとヤンキースのですね、注目のプロスペクトに、となっておりますね。えー、続いてですね、トレードルーマーズですけども、えー、ウォラックとですね、エンゼルスがウォラックとマイナー契約ということになりまして、えー、まあ、ね、去年と同じような形になりましたね。 で、まあスプリングトレーニング招待も含まれていると見ていいだろうっていう話ですね。で、まあ昨日メヒアもね、マイナー契約で取ったので、まあ、またそのね、キャッチャーの層の厚みっていうところをね、確保したという感じで、まあ、キャッチャーす、かなり離脱することもありますから、エンジェルスね。まあそういうのも含めてね、もし怪我した場合に、えー、マイナーから上げてくる選手をね、確保しておかないといけないっていうのもありますし、まあ、逆にだから、ウォラックもなかなかね、今年はいい感じでやったかなと思いましたけども、 まあ、二番手保守っていうところの争いというか、そのメジャー契約っていうところは、まあ、取れなかったんだろうなっていうところですね。他のチームはね。だから、まあ、またエンゼルスでって感じにはなって。で、まあ、怪我人が出るの待ちというかね。うん、まあ、そんなところになってくるのかなっていうふうに思いますし。まあ、エンゼルスもオハッピーがね、まあ、正保守で入りますけども、サイスがどうかっていうね、また、いう話もあるので、まあ、それによってはまたね、えー、すぐに上がってくる場合もあるかもしれないしね。まあ、サイスがこう、 キャッチャーで行くっていうのか、まあね、DH とかも田氏、し、ファーストーっていうのもね、内野ーっていうのもあるのかもしれないし、そうなったらまたサブ星がもう一人上げるって感じになると思うんでね。まあそういうのも待ちつつのオラックという感じになってますね。そしてパドレスがジェイク・クローネンワースのトレードをブルージェズと競技中ということでね、まあ話し合っているということなんですけども、まあなかなかね、難しいのかななんていうところでしょうけどもね。 なので、まあ、ロネンワースのね、え契約の部分をね、まあ、大部分を引き取るっていうことに関しては、なかなかね、ブルージェイズとしてもちょっと厳しいんじゃないかな、っていうところでしょうかね。だから、まあ、決まるかと言われると、まあ、そうではないのかな、っていう話みたいですけどもね。なので、まあ、外とセットで、えぇ、まあ、ロネンワースがついてきて、っていうところで、そこをね、引き受けて、 っていう話ではあれば、可能性はあったのかもしれないけども、っていうことなんですけども、まあ、外はもうね、ヤンキースに行きましたので、まあ、そこがいない限りはちょっと、うん、それを引き受けるっていうのはなかなか厳しいんじゃないかっていう感じみたいですけどもね。というところで、一応ね、えー、まあ、またパドレスとしても多分削減に動いてるんだとは思うんですけども、今回はちょっと、 えー、まあいろいろと何かしらつけたりとか、いろいろとしないと厳しいんじゃないかな、みたいなところでしょうかね。えー、続いてですね、えー、ラグジュリータックスですね、今期の、えー、まあ超過したチームが確定したということみたいでね、えー、8チームですか、メッツ、パドレス、ヤンキース、ドジャース、フィリーズ、ブルージェイズ、 ブレイブス、レンジャーズということで。なのでまあ、エンゼルスはギリギリセーフっていうことでね、えー、まあなったみたいですね。本当に多分ギリギリ何ミリオンとかぐらいだったんだとは思うんですけどもね。言われている感じではね。でまあ、ギリギリセーフだったということみたいですね。でまあ、メッツが100ミリオンかな。で、パドレスが39.7ミリオン。ヤンキスが32.4ミリオン。 レッドジャースが19.4ミリオンっていう感じでね。まあ、そんな形にはなっているというところにはなりますけどもね。えー、そして、レッドソックスがですね、パクストンに強い関心を示しているということでね、パクストンと、ま、再契約を、えー、まあ希望しているというか、狙っているっていう感じなんでしょうかね。まあ、そんなところで出ておりますね。そして、フィリーズがですね、ザック・ウィーラーとの契約延長をね、まあ、優先するということで、 まあそこをね、目指しているという感じなんでしょうかね。来期が最終年かなっていうところみたいなので、まあそこからまた延長ということになるのかなと思いますけどもね。まあそれを優先してっていうところのフィリーズという形なのかなと思いますね。という感じでね、今日はこれぐらいで終わりかなと思いますね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、エクソン、フォロー、コメントよろしくお願いします。で終わりまーす。 ということでね、こっから雑談ですけどもね。いや、まあ、今日クリスマスイブということでね、ケーキ食べたりとか、鳥を食べたりとか、なんかいろいろとするね、お家もあるかもしれないけども。まあ、僕はあのね、ちょっと前倒しでやったんで、まあ、今日は関係ないんですけども。いや、でも今日ね、ちょっと X の音が見てると、高島屋で買ったケーキですか、ネットで注文して配送みたいなやつが、すごいぐちゃぐちゃになって届いたみたいなね、のがいっぱい上がってましてね。 そんなにいっぱいになっちゃってるのと思ってね。いやー、今日受け取って、そういう状態だったら本当困るよね、実際ね。今から買い行くのみたいになるじゃん。うん。皆さんどうですかね買った人いて、そうなっちゃってるとかっていう方もいるのかなこの中にもね。ちょっとわかんないですけども。でも相当な数がなんかぐちゃぐちゃになってるみたいなことがね、出てまして。で、まあ無事に届いた人もいるみたいだし、 まあ、無事に届くのが当たり前、買った側からすると当たり前だから、まあ、普通にね、無事に届いてる人はそんなにね、えー、この話題になってるのを知らなければ、まあ、無事に届きましたっていうのもアップしないでしょうしね。ただ、話題になってるのを知ってる方で無事に届いた方はアップして、うちは大丈夫でしたみたいなのがあるわけですけども。でも、相当数がね、ぐちゃぐちゃの状態に届いて、でまあ、どういうことなんですかね。なんか、配送の状況の中で、まあ、どっかで何かしら起きちゃったのかな、あれね。ひっくり返したりとかね。 冷凍へ届いてるんだかなんかよくわかんないですけどもね。であとはまあ、梱包状態というかね、なんか、一応ね、支えというかなんかね、やっとかないと、まあ、崩れるじゃないですか、ケーキなんてね。だけどまあ、周りのその、なんてうでしょう、クリームの形状というか、装飾というか、あれがね、型に入れちゃうと崩れちゃうしね、まあなんかいろいろとあると思うんですけども、 まあ、えー、配送の問題なのか、まあその梱包の問題なのかわかんないけどもね。まあ何かしら配送の段階で起きたんでしょうね。あんだけになってるとね。ということで、まあ、ちょっとね、今日はあれで届くと大変だなと思ってね、うん。当日買いに行くっつってもね。うん。なので、まあちょっと大変なことになってんのかなと思いますけどもね。 ね、この前だ、個人的に高島屋って出てきてね、この前ちょうどティファニー、高島屋のティファニー行ったから、高島屋じゃんと思ってね、思ったんですけど、そんなにいっぱいそんなことなってんだと思ってちょっとびっくりしましたけどもね。まあなかなかそんなこと、ね、あんまりないのかなと思うんですけどもね。まあ輸送するあれをちょっと、うん、シミュレーションしてたのかしてないのかわかんないけどもね。まあちょっと、その梱包とかまあもが甘かったり、 まあ、途中でひっくり返しちゃったりとかね。うん、その、ドットというか、まあ、そこのあれによってね、違うのかなと思いますけどもね。まあ、えー、どの程度無事に届いたかのね、割合によっても違ってくるでしょうしね。まあ、相当な数な、だったらね、もう、すべてにおいてちょっと失敗だったんでしょうしね。やり方がね。まあ、だからどんな感じなのか、全貌は見えないんですけどもね。まあ、結構な方が、えー、ちゃんと届いてないということなんでね。 まあ、お父さんかお母さんかわかんないけど、まあ、どっちかがね、当日買いに行ってみたいなことでね、えー、大変なことになってんだろうなーなんて思いましたけどもね。というとことで、まあ、皆さんは大丈夫だったかなーなんて思ったんですけどもね。まあ、何かですね、コメントはありましたらね、えー、いただければなーなんて思いますね。という感じで、今日はね、これぐらいで終わりたいかなーと思いますね。